正体不明の謎の機械人形がガッツの心臓巨大母艦アート・デッセイ号の出撃を阻む。機械人形たちは一体誰が送り込んできたのか。さて、ウルトラマンティガ、あのままロボットが自爆したらウルトラマンティガは。それだけではありません。爆発力によってはこの基地まで。なんだって？ティガが消えてもうた。力の限界だったのか。そんな。競争はずな。我々の敵は前方にいる。何？このまま攻撃が続けば、この船の装甲は持ちません。一気ずつ撃ち落とすしかないか。俺も行くわ。アートデッセイ号が再攻撃かけられるまであとどれくらいだ。マキシマオーバードライブの再チャージまであと30分です。隊長、これより新庄堀がウィングで攻撃し時間を稼ぎます。ドックで戦っていた第5隊員はどうした。第5隊員、ID サーチをかけて。はい。基地にはいません。海にいます。私が迎えに行くわ。ガッツの司令官がここを離れては困る。行くで、死んじゃう。オッケー。たらあかんで。そう、後からキリがないぞ。まったく。レナ、マキシマの副長はまだか。あと15分。お願い頑張って。お願いだってよ。おう、
光は第五。僕だ。なんで僕なんだ。地球の守護神になるつもりかな。おこがましいとは思わないか。くそ。僕一人でこの地球を守れっていうのか。僕は負けたんだぞ。ウルトラマンティガになる資格なんて僕にあるのか。シマだ。堀井さん、落ち着いて。ゲートを開くからアートデステゴに戻って。よっしゃ。させるか。マキシマのリチャージが済み次第一旦地球を帰還する。了解。ポリー機アプローチラインに入りました。僕だけじゃないんだ。そう、光になる力はこれまでずっと受け継がれ続けてきた。人類が次の時代に進もうとしている今、光となる力は再び求められているけれど、あなたは一人ではない。人間たちが力を合わせなくては次の時代へ進むことはできない。私たちの種族は耐えてしまったよう。ダイゴさん、ダイゴさん、ウルトラマンティガー負けちゃったんですよ。ティガだけじゃダメなんだ。僕たちが力を合わせなくちゃ。そうですよね。なんでこんなもんまで回収するんだよ。復活しちゃったらまずいんじゃないか。これだけだったら大丈夫。とにかく敵を知らなきゃ戦えない。でしょ。マキシマオーバードライブ始動。始動します。フルチャージまであと30秒。世界島が開きよった。操縦桿が応答しません。ハートデースエゴが引っ張られてる。何だって。応答して。ハートデースエゴ無事だったのか。アートデスエゴは機械島に取り込まれてしまった。くそ、おかしい。あの機械人形が蘇った時、機械人形が飛行形態となって攻撃を始めた時、そして今度マキシマオーバードライブが関係しているとしか考えられない。ヤズミ君、今実験室にいます。動力も何もないのにあいつらは動いてる。この金属そのものに何か秘密があるはずです。本部、応答願います。本部、ダメです。電波も遮断されてます。デラック砲でぶっ飛ばしてもらいましょう。無理だよそんなの。この強固な外装の中でそんなことしたら爆発は内圧となってこの船潰しちゃう。そうやな。そやけどこん中はまるで小さな宇宙や。そう、もうすぐこの船の酸素もなくなる。どうすりゃいいんだよ。大悟、ちょっとこういうの久しぶりだな。どうしようって言うんだね。
こいつはある種の機械生命体だと思うんです。この破片一つ一つが言ってみればコンピューターでありエンジンなんです。だからこいつに喋らせる。ヤズミ隊員、頼むから急いでくれ。焦らない焦らない。よし、お前にご飯をあげよう。いいですか、行きますよ。君たちは何だ。我々は保証システム。保証？何のための？我々は禁じられた力を使われた時活動する。活動とは？その力を使う者の消去。禁じられた力って、マキシマオーバードライブのこと？ふざけるな。あれは僕が20年もかかって生み出したものなんだぞ。時が来た。博士が作ったというのは事実です。でもそれはいずれ人間が見つけ出すはずのものだったんじゃ。そんな。あなたを送りつけてきたのは誰？我々を送り出した存在の記憶はない。我々はただ活動する。自分たちよりも高度な文明を持とうという星に先手を打つなんて勝手な。待てよ、マキシマオーバードライブが彼らを活性化させる力となっているんだったら。そうか、マイナスのエネルギーをぶつければ相殺できる。マキシマオーバードライブを逆輸送に回転させれば。でもどうやって？レラ君の使ったテスト機がある。機械島の表面でマキシマを逆走に回せばいいんだ。君は優秀だな。僕が行きます。応答願います。こちらです。無駄だよ、電波遮蔽されてんだろ。きっと機械島に接近中、これより着地します。大丈夫なのか。マキシマを回さなければあいつは動けないんです。着地成功しました。これよりアートデスエゴとの更新にかかります。一体どれだけの間宇宙を飛んでたんだろう。マキシマオーバードライブを始動してくれ。なんやで？外側から逆輸送でこっちもマキシマを始動する。力を相殺させるんか。
よっしゃ、レナ。始動は30秒後だ。リセットいいか。3、2、セット。30秒前。5秒前。マキシマオーバードライブマイナス始動。助けなきゃ。でも島の装甲でできたあいつには通常兵器は効かない。ヤオ博士、マキシマのエネルギーをスループットしてデラック砲の発射口にカスケードできませんか。マキシマの力を武器に応用するのか。そんなことができたのか。なんで早く撃たなかったんだ。マキシマの力は強大です。迂闊に武器など応用したくなかったんです。気持ちはよくわかります。科学や技術は使う側の意思でその価値は決まる。違いますか。君に任せるよ、トリ君。今あいつは島と同化してる。あいつを起爆剤にできる。ダイゴお願い。ティガー、マシマ砲発射。
第5機を回収する。急げ、機械島から離脱する。ただいま。大吾。おお、レナ。これも抱きついたのか。遠慮しときます。遠慮せんでもええがな。もうリーダー。僕の20年の研究も宇宙の歴史に予定されてたってことなのか。だとしても矢尾博士がしたことはすごいと思います。人類は進むしかないんだもの。でしょ？ありがとう。人類が間違った進化をしないように僕たちは気をつけなければいけない。マキシマは悪しき力でないってこと、宇宙の誰かさんにちゃんと証明しなくちゃな。電磁波で人間を凶暴にする魔人エノメナ。イベントショー一座のマスコットデバンが魔人に立ち向かう。ダメだ。次回ウルトラマンティガ、デバンだデバン、お楽しみに。